どうも、美容二条です。というところで動画の方を撮っていこうかなと思うんですが、この動画ちょっとね、撮ってすぐ上げようかなって思ってるんですけれども、まあ、本日ですね、シャニマスのフィフスライブがあったというところで、皆さん行った方はいますでしょうかというところでございます。まあ、サムネをね、多分それにする予定なんですよ。本当はね、本当はだよ。まあいいや、先には内容話すか。これシャニマスのフィフスライブの感想とか、あとその聞きてえことが一つあってさ、あれなんだよ。なんで？トレンドでさ、シャニマスくん入っててさ、ライブで不穏になるって何よ。何ライブが不穏な空気になるって意味がわからないんだけどさ。ちょっとその件についてみんな教えてほしいなっていうのと、まあ、そのシャニマスのフィフスの感想と、あとは、これね、ノクチル、どうだったかなとかっていうのをちょっと皆さんに教えてほしいなと思っております。なぜこれをね、こんなことをそんなにやってるのかって言いますと、本当は私これをね、生配信、まあ、でやりたかったわけですよ。で、さっきちょっと実はこう、ポンポンと生配信の方をね、若干こう仕掛けていったわけ。そしたら、私の力不足が出まして、まあ、ほとんど人が集まんないわけよ。ねえ、ちょっとなんか自分の力不足を見せつけられたなって感じがするんですけど、まあ、私はだからあんま生放送向いてないなっていうタイプかもしれませんね。まあというところもあってね、普通にちょっとせっかくサムネも作ったしってことで動画撮ろうかなと思って、本日は動画の方を撮っております。まあ皆さんにね、こう一方的に聞くだけではちょっと不公平というところもありますので、まあ私ね、行ってないんですよ。シャニマスのフィフスライブ。だから、今日の私の一日というか、大したことはやってないんだけど、今日の私の一日のお話をしますと、まあ、基本的に起きてからずっとなんかなーなーにやってましたね。なーなーにずっと生活してまして、まあ特筆したことは、特製パッチを1枚手に入れました。特製パッチ1枚手に入れて、で、その、シャニマスのさ、その、ライブが不穏だっていう、その、トレンドを見たときは、進撃の巨人のファイナルシーズンの、なんだっけ、あれ、前半を見て、うわ、すげえなーって思って。進撃の巨人面白いなーって思って。で、まあ、その後、ツインズの、2022年のホームランを見てたんです。そしたらなんかちょっとツイッターパッて覗いたらさ、シャニマスくんっていうツイートがあってさ、なんかやけにライブが不穏だったという話を聞きまして、なんだそれはと、いうことで聞きたいなという感じでございます。はい。これがね、本当にこう私がもうちょい有名になってればね、こう生配信でみんなとこうワイワイ盛り上がっていけたんだけどもね。今見たらだってトレンドにノクチル入ってるもん。どういうこと？いや。しかもこれを私今白バックで流す予定ですからね。ね、私は残念ながらちょっとチケットが当たんなかったと。で、配信のさ、ごめん、ちょっと待って。結構うるさかったね。配信のチケット見たらさ、あれなんだもん。なんか、なんていうの ?6000 円ぐらいすんだもん。高いってさすがに。お、待って。あれが弾けんじゃん。打ち上げ歌詞デイワン。無料で弾けんじゃん。ちょっとじゃあ弾いてく？ちょっと待ってね。直撮りでごめんね。ちょっと打つね。よし。じゃあこれで弾いていこう。ちょっと待って。よし、これでいきますか。よし、じゃあこれでちょっと弾いていきましょう。よっと。はいっと。はい。出るかな？最近なんかシャリマスのガシャが重いんですよね。全然そのなんか、何にでも重すぎるロードが入るというか。お、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 おお、まみみさん。ちょっとよく見えねえ。ああ、あれか。ラジオかと思ったらタイか。ただの。お、SR。ちゆきさんだね。これ持ってないか？持ってるね。こんな感じ。
あ、でも、まみみさん手に入れたのはいいですね。まあ、というところで、ちょっとシルバックの方戻りますか。という感じでございました。てな感じで、ちょっとね、こう、みんなの感想を教えてほしいなと思ってます。別にこの感想をじゃあどうにかしようってわけじゃないですよ。ちょっとみんな、なんで急にそんな不穏な話になってるのかなっていうのを聞きたいけ。というところでありがとうございました。バイバイ。